現コーンウォール公、チャールズ王太子現在のコーンウォール公、チャールズ王太子の紋章。紋章の下に黒地に金の金貨を逆三角形に並べたコーンウォール公の紋章がある。コーンウォール公爵はイングランドの爵位の一つ、イングランド王位の相続人に与えられる。イングランド貴族で最初に創設された公爵くらいで、現在ではランカスター公と共に、 公爵領を持つ二つしかない尺位の一つである。ただし、ランカスター公は1413年尿管にマージされたため、ランカスター公爵くらいの保持者がこれ以降存在しない。2015年初頭における、コーンウォール公はエリザベス2世紀の長男チャールズである。アーサー王伝説では、イングランド王、ユーサーペンドラゴンは、コーンウォール公ゴルロイスの妻、イグレーンに魅了され、 魔術師、マーリンの助けでゴルロイスに化け、子供を設けた。ゴルロイスは、ウーサーペンドラゴンの支配に反抗して、イグレーンともども殺害され、ここで生まれた、秘着執事は後に、アーサー王となったという。コーンウォール行為は、エドワード三世の長男エドワードクロ大使に対して1336年に創設された。エドワードが、エドワード三世より先に死去した後、 好位はその長男リチャードに対して再度創設された。1421年の直例によると好位はイングランド王位の継承者である王の最年長の男子にのみ相続される。そのため王の長男が王より先に死去した場合、長男に男子、すなわち王の孫がいても好意を継承しない。長男に子供がいなかった場合は次男が好意を継承する。この継承規定により、 王の孫は王位の法廷推定相続人であってもコーンウォール公にはならない。例えば、ジョージ2世の孫ジョージはウェールズ公ではあったがコーンウォール公ではなかった。また、国王から宣言される必要があるウェールズ公や呪釈を受ける必要がある他の貴族の爵位とも異なり、条件を満たす人物は自動的にコーンウォール公となる。1856年、 大倉省の役人ジョージ・ハリソンは、コーンウォール公領は、王権州であり、イングランドから違い法権にあって、コーンウォールでの王権は、コーンウォール公爵が持っている、と主張して認められた。1969から71年のイギリス政体に関するキルブランドン報告によれば、コーンウォールを行政区分として扱う場合、 公式文書では公領であるコーンウォールを白領と表記しないことが推奨されている。これは上述したコーンウォールの位置づきに基づく。ウェールズ公チャールズと結婚したカミラ・パーカー・ボールズはウェールズ公費殿下ではなくコーンウォール公費殿下の称号を使用している。コーンウォール公領はおよそ570平方キロメートル以上の土地からなり、その半分はデボンにある。伝統的に コーンウォール公は、領地から時代を受け取る権利を持つ。現在のコーンウォール公チャールズは、1973年に、ローンセストン上で時代として一足の白手袋、一つ買のグレーハウンド、一ポンドの胡椒と区民、一組の金色の白車、百枚のシリング銀貨、弓、槍、および焚き木を受け取った。また、公領の収入で、自身の公務を賄う権利も持つ。 コーンウォール公が不在の時は公領からの収入は王のものとなる。コーンウォール公は他にも公領においていくつかの権限を持っており、そのため憲法上の地位に関して議論がある。例えば、コーンウォール州長官はイングランドやウェールズと異なり、国王ではなく公爵によって任命される。また公領内で無遺言であったり相続人がいなくなった土地や発見された。 埋蔵物及びコーンウォールの海岸でナンパした船は公爵のものとなるが、コーンウォール街ではそのような財産は国王のものである。さらに、イギリスで捕らえられた長ザメは国王に対して献上されるが、コーンウォールでは公爵がその対象である。2003年、香料は994万3000イギリスポンドの収入があった。 コーンウォール公領は所得税を免除されているが、チャールズは自発的に納税した。コーンウォール公記コーンウォール公の紋章は黒字に15枚のベザント金貨を逆三角形状に並べたものである。チャールズの紋章にもこれが描かれた小さな盾が中央の盾の下に描かれている。またこれはコーンウォール衆議会によってコーンウォールを表すためにも用いられる。 現在までのコーンウォール公と、彼らが、コーンウォール公くらいとなったとしと理由、及び、コーンウォール公で亡くなった理由は、以下の通り。エドワード・リチャード・ヘンリー・ヘンリー・エドワード・エドワード、エドワード・アーサー・ヘンリ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 ー、エドワード・ヘンリー・フレデリック・チャールズ・チャールズ・ジェームズ、チャールズ・ジェームズ・フランシス・エドワード・ジョージ・オーガスタス。 フレデリック・ルイス・ジョージ・オーガスタス・フレデリック・アルバート、エドワード・ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバート・エドワード、アルバート・クリスチャン・ジョージ・アンドリュー・パトリック・デイビット、チャールズ・フィリップ・アーサー・ジョージ。ありがとうございます。